皆さんおはようございます。山根企画でございます。毎度おなじみ山根企画も早いものでもう第5弾ということで、今回はですね、皆様が想像しないようなちょっと変わったところに赴きたいと思います。まあ、よりによって出演者は何も知らないというか、春樹くんは事前に打ち合わせしたので少し知ってるんですけれども、彼にしたところでどこに行くんだろうと今疑心暗鬼です。正直言いまして、ディレクター私だいぶ信用されておりません。事前に打ち合わせしても、まだどこ行くんだろう、どこ行くんだろう、本当は違うんでしょって散々言われてましたね。それでは出演者の紹介をしたいと思います。おはようございます。おはようございます。というわけで、本日は、平成20年5月18日、朝の、6時15分回りました。はい、はい、というわけで、山根企画のロケに毎度ご参加いただきありがとうございます。ゴンちゃんは10ヶ月ぶり、前回はヨーデルの森以来ですね。暑かったね。真夏にやりましたからね。で、毎回ね言われるんですよ、真夏にやるなとか真冬にやるなとか。ちょっといいかい。ちょっといいかい。はい、なんでしょう。ちょっとよろしいですか。はい、なんでしょう。まあ、僕も5回目の登場になります。ミッツさん、ありがとうございます。ね、まあ、毎回毎回ずっとオープニングで口してましたけども、真冬とか、はい、真夏とか、はい、まあ、その辺は改善されましたよ。それはね、暑くも寒くもないこの季節。寒くもない5月、なんならゴールデンウィーク終わってちょっと人少ないぐらいですからね。そうです、もう非常にね、過ごしやすいでしょ、気候になりました。いやいやいや、ただね、時間を選べ。時間を選んでくれ。ああ、なるほど。何が悲しくてね、この日曜日のまあ清々しい朝ですよ。ね、朝の5時に起こされ、さすが6時から、ね、何が悲しくてこの日曜日の清々しい朝にですよ、行き先をですよ、2週間も3週間前から知らせずにですよ、一人でワクワクしてるこの S 男ですよ。このヒゲ男と、下ネタ好きのヒゲ男と朝からなんで会わなきゃいけないんかと。もう君はあれだもんね、家を出た時僕はまだ寝てたからね。おい、起きたけや。本当にね、しかもなんだかもう当たり前のように2回目3回目前ぐらいからですか、なんか電話かかってきて、おい車出せ。そんな横柄な言い方してないでしょうか。車出せるから、車使えねえから車出しやがれって言うんですよ。いや、うちの車が使えないことは決定してるから君が出しなさいって言ってんだよ。じゃないとしょうがないでしょ、ね、出演していただけるだけでもありがたいとかいう。おかしいな、おかしいことを言うな。おい、おかしいことを言うな。君が今回出演するのは君のせいだ。何がですか。分かってると思うけど、君はセントラルパークの昼飯の時に出演をかけた勝負で思いっきり負けたんだから。今回君は断れないんだよ。じゃあ分かった。じゃあこの場で山根企画第5弾出るかどうか決めようじゃない。ハルくん、コインで決めよう。次回作出るかどうか。おう、俺が勝ったら出ていただく。君が勝ったらまあ君に選ばす。好きにしていいよ。無事に出たかな。さあ、どうする？100の方じゃない。はい、100の方。よし、じゃあ俺100じゃない方。はい、見事、お花の柄ですね、これ。はい、残念。第5弾出演決定ということで。これは君が勝負に負けたんだからな。言ったけど、今の俺、本当にイカサマしようかと思ったけど、ガチでやったからな。本当に負けてやんの。まあね、まあ、あれは屈辱的なシーンですね。、はい、お前の運の悪さは露呈したよ。本当にね、この男は普通に負けたんだよ。で、その後映ってなかったけどね、普通に結構へこんでたんだよ。本当に負けたって言って。一切仕込みなしでしもね、やられてしまいました。ガチかよ。一緒にいたしゅうちゃんがしばらくずっと笑ってたもん。俺でも笑うわ。それではですね、本日の企画いっていきたいと思います。はい、実はですね、ゴンちゃんには内緒なんです。内緒だったんですけれども、春樹くんとはある程度打ち合わせしてあるんです。そうなんです。まあ、ですね、いろいろね考えました。君のゴンちゃんの今までの行いについて。君はね、セントラルパークの時何をしたか覚えてるか。何をした、君ね、ロケの2日3日前にね、
突然ねやっぱロケ行けないって僕に断り入れたでしょ、うん、あれねドタキャンって言うんだよ普通はあのあと出演者決めるのに苦労したんだよ社会人として君あるまじき行為だからねあれ本当に君はねいろんなところに迷惑かけたんだよ本当だよでこの間ねハルキ君と話はしてねゴンちゃんは一応お仕置きしなきゃいけないなと、うん思いましたそうですね、まあねあの山根企画においてあの行き先を知らないっていうのはものすごい恐怖らしいのでだから今回君には何も言ってなかったんだよちょっと恐怖を味わえと、うんまあ、ただね僕今回思うのは、まあ、どこへ行くにしても、うんまあ、どういう企画をやるにしても、うん、前回出たゴンちゃんゴンちゃんまあ撮影のね予定ドタキャンされたわけですね僕らも半分ね、うん、撮影数日前にいきなりダメだって言われた時のあの恨みを忘れるわけにはいかないんですそうですねちょっとね今回はきついお仕置きが必要なんじゃないかなと僕も心の中では思ってるんやけども本当にね行く先を知らないっていうのはね何を準備していいか分かんないからね君今日何持ってきてって言ってましたっけ携帯と財布財布にいくら入ってる420円だろうもうね諦めの境地だろもうとりあえずあの、ね、飲み物変えたらええかなねであのちょっと恐怖を味わってもらおうと思ったんですが、うん、なぜか春樹くんも恐怖を覚えてるんですねおかしいですね最近ねあのこのド S のディレクターをあまり信用できなくてねあの僕も一応ね打ち合わせはしてるんですよ実際実はね、うん、行き先はね2箇所っていう絞ってあるんですどっちに行くかっていうところまで聞いてるんですよで僕はねもうどちらにしても、まあ、ある程度こう、まあ、心づもりはしてたつもりなんですけども、うん、もう本当に今週入って1週間前ぐらいですかねこの撮影の、うん、もしかしたらあれも嘘なんじゃないかとあの打ち合わせ自体がドッキリなんじゃないかと疑い始めたらしいんだよありえるなもうねそういう風にね思えるようになってきましてね怖い怖いんですよ僕も実際で今回も通帳持ってきたかなもうねもうそんなもん持ってくるわけねえじゃねえかとだいたいこっちかこっちだろうって分かってんだから持ってくるわけねえじゃねえかと思ってたんですけどよしゴンちゃん、はい、よし言っておこう、うん、今回 の, あの我々が絞った2つの行き先両方姫路市じゃありませんはい出るの出ま す, そうです姫路ローカルバラエティと目打っておきながら姫路出るの2回目です、はい、もう姫路いらんや姫路出身ローカルバラエティということで今回は行きたいと思います、はい、行きたいと思います毎回ねオープニング撮るだけでいいんだよ別に姫路城さえ映ってればいいの納得するの姫路市民はバカにしてんねんで今回絞った行き先は2箇所、はい、1つは兵庫県明石市はい、うん、近くやねまあな驚かないでしょ、まあ、お手頃やね、うん、ちょっと都会やしね、うん、もう1つ、うん、香川県高松市なんではい、はい、海を渡りますなんであれ海外やそうそうなんだいいところに気がついたね初の海外ロケです山根企画にできる海外ロケはここぐらいまでいやいやいや春樹君それはちょっと甘く見すぎじゃないかなちょっと待てやそんな可能性作んないこの2箇所2箇所でなんとか行きましょうはい、はい、まあまだ2箇所って言ってますけどねもしかしたらもうね1時間ぐらいだったらもう空飛んでるかもしれないじゃあ行きましょう、はい、本日の企画明石市か明石市か高松か高松かはたまたはたまたはたまたこれは僕の言うな本当ドキドキしますね本当に本日の企画はこれだあ香川県ですか